しょうか皆さん。イカナラミ初配信をね、下から来るという時点でもうちょっとあざとい。飛ばすのと停止なし、マジで。一時停止は認め入れようよ。うわー、やめてくれ、その動きやめてくれ。皆様、本日は雪浜タミーの初配信に足を運んでくださり、誠にありがとうございます。館内放送やめろ、館内放送やめてくれ。これより雪花ラミーの、やめてくれ、そこはデパートでもなんでもないんだ、やめてくれ。初めての配信をさせていただきます。あー出てきた、よいしょよいしょ。はじめまして、ホロライブ5期生の雪花ラミーと申します。もう緊張で今もう足の指の先、あー出たー、ちょっと待って、あらアホ毛まで全部が震えています。出た、足の先からアホ毛の先まで。面白いと思って言ったこと、面白くない何も。すいません、声が震えてますね。ということで、早速なんですけれども、ちょっと BGM 変えますね。うるさいな、BGM! ちょっとでかくない？210歳と申しましても、人間の皆様方とは少し時の流れが違いますので、決しておばあちゃんというわけではございません。はいはい、面白いと思って言ってる、面白くない！ホロライブの笑顔や彩りあふれる配信に心を打たれ、声誰やねん、本当。偶然ホロライブの配信を目にしまして、こんなに素敵な世界があるんだと。うわー、きついなこれ、ほんと子供の大福とともに飛ばしたい、飛ばしたい。面白くないよ全然。ちょっと、お供の大福の自己紹介をしますね。雪の精霊、常にですね、寒がりらしくて壺に入ってるんですけれども、この壺の中にはお湯が入ってるとかないとか。あー、ないとかあるとかないとかね。ちょっと、今は夏なので、あー、雪のある方だと自己責任でお願いします。もう嫌だ。